はい、どうも、油揚げです。今回もドンストウォーリーのソロプレイの実況解説動画をやっていきます。よければチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。で、13日目ですけど、13日目は前回の遠征からの帰りで、まずギアの敵を前回倒して2個ギア手に入れてるんですけど、金が足りなくて冷蔵庫2個目作れなかったんで、まあ、近くにあった金が取れる岩を砕いて金をもらうと。で、あと草とかね、スコップで作っていって、これも頭、初めの方からやればよかったんだけど、まあ、スコップ作っていって、拠点に植える準備をするというところです。で、冷蔵庫はね、本当は3個ぐらい作れた方がいいんですけど、まあ、前回倒してるギアの敵がね、ギア2個しか落とさないので、割と2個になりがちな油揚げさんの秋プレイですね。で、冷蔵庫増えたんで、食材とかをですね、ポコポコ、冷蔵庫に入れてます。で、今回ね、13日目から15日目なんですけど、まあ、大体拠点の整理を永遠にしてるので、拠点をうろうろしている図が多いですけれども、まあ、次回へのね、準備だと思っていただければいいかなと思います。まあ、次回ね、食料確保遠征をするので、まあ、その準備だと思っていただければいいかなと思います。で、あとね、放置してる農場をどうにかせにはならんなというところで、種すら植えとらんので、スコップで綺麗にしたりとか、あと種植えたりとかっていうのを、まあ、今回一応してます。で、本当は農業は、ストレスっていうのをね、減らしてやるのはいいプレイなんですけど、まあ、例えばちゃんと水あげますとか、話しかけますとか、一個の畑にあんまり、いろんなものを置きませんとか、そういうのが重要なんですけど、まあ、あんまりね、僕よくわかってないんでね。わかってないことはないんですけど、まあ、今回特にね、バタバタしててね、水やりを忘れているというのがね、悲しい事実なんですけど、なんで、ちょっとまあ、あんまいいの育たんかもしれんけど、まあまあやっていきましょうってとこですね。これね、録画しながらプレイしてると結構緊張しちゃってね、普段以上に物を忘れるんですよ。まあそんな感じでですね、一応農場やりましたってとこですね。で、もう一個卵ですね。今回は新しい料理レパートリー作んなきゃいけないので、まあ卵をともかく作らなならんなってとこです。で、卵の量産のためにもですね、まあ蜘蛛の巣とか襲って、モンスター肉を後々、まあ次のパートかな。なんかで大量確保するっていう遠征を多分やると思います。で、今回1個目のね、新しい料理としてはこの肉シチューだっけですね。で、これめちゃめちゃ体力じゃないや、お腹のヘリヘリをね回復すると、今これ29とかしかないんで、まあちょうどいいタイミングだったんですけど、これ150ぐらい回復するんですね。まあ体力はあんま回復しないんですけど、なんで、まあ、腹が減ってる時はこれがいいという感じですね。遠征先に持っていくとまあいいかなって感じですね。で、お腹も膨れましたんで、これ何やってんだ、あ、そっか。まあ草植えましょうってことでね、近く、拠点の近くにね、ちょっと持ってたね、草のね、7枝っつのかな、を植えてるようなとこですね。んで、まあなんか、そんなことしてるうちにですね、なんか6日目に来なかったハウンドが襲ってきおりましたのでね。で、ハウンドをまあ敵に対する。まあ、ハウンドもね、嫌なんだけど、モンスター肉落としてくれるから、まあ、そこそこちゃんとね、戦えば美味しい。美味しいっちゃ美味しい。肉が向こうからやってくるんでね。美味しいような感じになってるって感じで。で、まあ、こうやってね、拠点の周りも整理していって、まあ、開き切らさせるという感じになってますと。さてさて、それで、まあ、肥料とかもちゃんと上げていきます。肥料もね、まあ、適当にしか集めてないんで、ちょっと遠征時にはね、糞を集めるようなことやらないかならんな、というふうなのを、ちょっとこの時にようやく思い出してるって感じですね。あと、その、まあ、チラチラさっきから養蜂箱映ってるんですけど、まだ蜂蜜あんまり溜まりきってないんでね。もうちょっと後になりますね。で、本日2つ目の料理としては、みんな大好き、ピロシキですね。HP40 回復するんで、まあ、結構重要なんですけど、まあ、ボス戦とかでは、私はよく持っていくようなやつですね。まあ、比較的作りやすいんじゃないかな。野菜と、モンスター肉と卵が1個あればいいんでね。まあ、こういった意味でもね、卵はどんどん確保していきたいところですね。でね、この後夜にね、やらかしてね、調理鍋を普通の調理鍋作っちゃってるんだけど、これ携帯調理鍋、持ち運びの調理鍋作るべきだったなって、この時ね、作った瞬間に思いましたね。なんで、どっかで炭もね、作んなきゃいけないなってことですね。で、今ね、やること微妙になっちゃったんで、ホタルを集めてるとこですね。ホタルは炭鉱棒だったかな？頭にかぶる帽子で、で、ライトがつくようなものを作るのに必要なので、まあ、ちょっと集めておかなきゃいけないところですね。これもね、本当はね、金がいるんだけど、素材数は少なくていいんで、序盤に作ってもいいんですけど、まあ、忘れてたって感じですね。
で、15日目、今回の最後のパートですけど、まあ、食料遠征をすると、食料確保の遠征、まあ、特にカエルの足と淡水魚の遠征をする予定だったんですよね。で、そのために、この時何考えてたかっていうと、なんか普通のプレイと同じこと考えちゃってて、なんか食い物1個持ってけばいいやろみたいな気持ちで行ったんですけど、まあ、この時2つ大失敗をしていて、で1個がまずそもそもウォーリーなんで料理しないといけないので、行き先々でね、適当に素材を食うってことができないので、鍋を持っていくのをこう忘れてるっていうのがまず1個ですね。でもう1個がこれ上に上がってってるじゃん、どんどん。これね、道を間違えてて普通に下なんですよね。下に行ってワンホールで飛んでいくと、そこに、カエルの、まあ、全然パートぐらいだったカエルのね、池の塊があるんですけど、やべえ、間違えてるってことにここで気づいちゃったんで、でも結構ね、日付、てかもう遅くなってきちゃってるから、じゃあもうちょっと予定を変更してですね、さっき間違えて調理鍋作っちゃったから、木炭をね、ちょっと量産しようってことになって、火を、木に当ててですね、火事を起こし続けるっていうことをやってますね。まあちょっとその木炭もこんな感じでね集めておりますね。まあなかなかね一気に集めないと大変だったりもするので、まあ、このタイミングでね40個から60個ぐらい集めておきたいなってことです。まあ木炭も結構なんやかんや使うし、今すぐに手に入らないっちゃ手に入らないあれだったりとかするんで、まあ、このところでね、たくさん集めておいて、まあ、お家に帰ろうしてます。で、遠征準備をね、再度やってるって感じです。で、遠征の時は、まあ、ちょっと、たくさん回復する食料1個2個と、まあ、肉シチュー作ってますね。で、あとは、まあ、遠征先で素材を手に入れりゃいいや、ということで、調理鍋自体をですね、持っていくっていうことを考えます。それでは次回はね、食料遠征からっていうことになりますね。それでは、油揚げでした。次のパートでお会いしましょう。バイバイ。